ね、こんなこと言ってました、リターンズ。はい、テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどで有名人が調子ぶっこいて話していたことなどをチクってもらう企画でございます。ラジオネームペケミニ、うん、有吉さん、ジジイパミパミことドン小西のバカがブログで今週は春を先取りと言って、上下茶系の水玉模様に下は膝上の短パンにタイツというとっちゃん坊やの入学式みたいな格好をしてこんなこと言っていました。今年のメンズはスーツやジャケットがパッタリと流行らなくなる。何が流行るかって？そう、短パンだよ。まだ冬で寒いからタイツを合わせたんだけど、やはりみんなから足が細い、足が綺麗と褒められたよ。まあ今日も僕じゃないとできないコーディネートだと思うね。今年何が流行るとかどうでもいいけどよ、とりあえずお前は今変態みたいな格好してるな。そういうのは僕じゃないとできないコーディネートじゃなくて、恥ずかしいから誰もやらないコーディネートっつんだよ。ファッションも自己主張の一部とか、ふやけた読者モデルみてえな格好でペアッペアなセリフ並べられてもな、中指しか立たねえわタコ。ジジイってのはヨレヨレの捨ててこ姿でガンチクのある言葉吐くのがかっけんだろうが、ファッションチェックとかヘドが出るようなことしてる鼻毛ジジイにはな、俺が人間性チェックをしてやるな。お前はファッションも言ってることも鬼みっともない、星ゼロ個だよ。出直してこいポンコツ、二度と偉そうなこと抜かすんじゃねえ。Don't speak, don't call me she. なんでそんな嫌うんだよ。どうしたんだよ。言ってたことより説教が長えよ。デザイナーでなんか負けたのかお前なんか。あげときますか。パン。あげるんだね。あげますね、それはね。ドン小西さん、いつも金曜日俺昼なんですの前に社員食堂で飯食ってると、ドン打ち合わせしてんのよ、そこで。ほうほうほう、ロケそっから行くのかどうかじゃないけど、はいはいはい、なんか笑っちゃう。あとのあドン小西だってちょっとドン小西がいると思った。確かにね、食堂に行ったら笑っちゃう、うん、ラジオネームレインメーカー。有吉さん、プロレスの苦手なプロレスラー小川直也さんが道場長を務める道場で継続的に暴力を振るっていたとする陳述書が元道場生の親から出されていることが分かりました。以下が内容の一部です。プラスチック製のバットで二人の尻を叩いた、締め技をかけ気絶させるなどの行為、長時間の練習中に居眠りする子供の目を覚ますために口に氷を詰めたりする行為を見た次男が恐怖を感じ大会をした。おいキャプテンハッスル、とうとうお前の命もこれまでだなと言いたいところだが、内容がバカすぎる。これじゃ小川があんまりだ。金属バットでケツぶん殴られたわけでもないし、締め技の練習で失神することもあるだろうし、最後に至っては練習中に居眠りってバカすぎるだろうが。自分のところガキしつけてから言え。まあ俺は一生セックスせずに死んでいくがな。最後に小川、ロープワークと受け身ができてからプロレスに帰ってこいよ。小川さんプロレス下手だからね。まあね、これはなかなか微妙なところだね、柔道の稽古の一部だからね。まあ難しいですよ。ラジオネーム三平、有吉さん吉報です。不衛生なカバこと恵比寿吉和67歳が女性自身のウェブサイト上にて有吉さんいじりのうます、有吉さんのいじりのうまさを絶賛してやがりました。そうね、うん、テレビのいじりはいじめにはならない。いじってる人はとても頭が良くてすごく気を使っているんです。いじりがうまいのは有吉さんや東野さん、強い口調で言ってるけど愛があって面白くて、言われてる本人はね毒にさえ感じないんです。あれ、田川陽介の名前がねえな。おい田川、お前恵比寿さんの言いたいことわかるよな。毎週毎週テレ東の旅番組で兄貴ずらして年上の恵比寿さんを雑にいじってっけどよ、
お前は愛がなくて気も使えなくてつまんなくてちょっと出っ歯で笑顔がうさんくせえいじりべたなおっさんだと思われてんだよ。お前がいじっていいのは枯れた盆栽と汚ねえチンポだけだよ。バスから降りてな、徒歩で帰る。あ、言ってないんだ。そうか、これはエビちゃん嬉しいわ。エビちゃん、エビスさんのことエビちゃんって呼びますか。うん、もうエビスさんとはもう何年も7年8年ぐらい前、アリケンっていう番組で ねよく討論会みたいなやっててね、僕も1回出させてもらいました。 1,2 回ぐらい出させてもらいました、うん、もう60超えてたエビスさんの頭ぶん殴ったりね、ビッシビシ言ってたよね。ビッシビシね。だってあの人もひどいんだから、ね、ひどかったね、うん、日本がもう、日本がもう暗黒街にならいいみたいなこと言ったりとか、ギャンブルギャンブルでね言ってたから、結構ビシビシ2人でやってましたけどね、やってて、でもこういう風にエビさん言ってくれてますよ。それに比べて田川陽介田川陽介さんいじってるってイメージないし、ないですよ、ね、別にね、面倒見てるっていう感じ。言ってたらあれですよ、若手の子たちはっつってたんですよ、若手の人たちは結構あんまちょっと愛が感じないんですよねっつって、助かるなんかあげとこう、恵比寿に、恵比寿さんに、うん、気分いいからあげとこうからも、パン、パン、ラジオネームペケミニ、有吉さん、東京エレキテル連合と聞くと一瞬ビビる市川シャバゾウさん、この度マーリンズに入団したイチローさんが記者会見でお茶を飲みながら、こういうのって海老蔵さんとかすごく綺麗にやるんだろうね、いいよねあの所作って、と言ってたニュースを引っ張り出してきてブログでこんなこと言っていました。すげえ、イチローさんが私のことを言ってる、感動っす、マジなんか嬉しい、ランチ食べようルン、このハゲクソチャレーななんだこの文章、歌舞伎町で神待ちしてる女子高生が書いてんのか。そもそもその所作がなってねえから顔面へこまされたっつうのに、3歩歩いたらもう忘れちまったのか鶏野郎が。デヴィ夫人みてえなメイクして客にガンくれてるだけの歌舞伎役者が偉そうにしやがってよ。お前は飲みに行きゃ血まみれで帰ってくるし、サウナ行きゃバカ騒ぎしてラッパーの KW 社員に怒られるんだから出かけるのやめなさい、あとクソみたいなブログもやめなさい、ついでに尾上松也と中村獅童と一緒にドキサメだらけの水泳大会を開催してな、3人とも食われなさい。なんでそんな嫌いなんだお前は。嫌いなやつ多いなこいつ。多いね、多いよね、なるな、主に本当に言ってたことで説教のが長いんだよね。大体が長いんだよ、ペケミンの意見が長いんだよな、長いんだよな。ラジオネーム、どうしようか、ラジオネーム満腹亭稲荷、スケベ老いぼれこと加藤茶やめろ、ことじゃないよ、ことじゃねえんだよバカ、いい加減しろよ本当に。スケベ老いぼれこと加藤茶の若妻の綾菜が関西のある番組で旦那に対して不満を次々と浴びせてやがりました。すぐに疲れる、デートがお散歩、お風呂が短すぎる、夜中のつまみ食いが嫌、年寄りっぽい、5分歩いたらすぐタクシー呼ぶ、あんまり動かないし身長も最近5センチぐらい縮んだんですよ。おい遺産目当て、お前の旦那71のクソジジイなんだからそれぐらい当たり前だろ、世の中の71歳は大体そんなもんなんだよ、もう先は長くない証拠じゃねえか、もうすぐお目当てのもんが手に入るんだからちょっと我慢してな、父でもしゃぶらせとけこの全ゲバ。ひどいなお前らは本当に、はいい加減してくれよ。ラジオネームどうしよっか、ラジオネームね、あと1枚ぐらいいけるけど、どうしよっか、これにしようか、ラジオのトッキー忍三郎、アリさん、暴力こと沢田研二さんが1月20日に行われたライブにて政治に対する自分の意見をとうとうと語っていた際、一部のファンから歌ってと声をかけられ間髪入れずこんなこと言ってました。黙っとれ
誰かの意見聞きたいんじゃない。いやだな彼。いいから歌えボケジジイ。みんなお前の歌を聞きに来てんだよ。お前みたいなやつに演説聞きに来るためわざわざ金払ってんじゃねえんだよ。大体ファンに対してなんだその口の聞き方は。お前みたいなやつに金を落としてくれてるファンに対してなんだその口の聞き方はって聞いてんだよ。お前が豚みたいにブクブク太っても昔と変わらず応援してくれるファンに失礼だろ。歌う気がねえなら家にこもって戒名でも考えてろこの老害。ちょっと嫌だな。沢田賢治派だから俺は。どっちかというと、うん、ジュリー派ね。一点ブレイクです。モノマネか。